短いストレートで何考えてんだ。今の白い FC 高橋涼介じゃねえか。バトルしてんのか。GTR なかなかまともだな。ついていけるぜ高橋涼介に。やっぱり赤城レッドサンズの高橋涼介だったか。そっちは。妙義ナイトキッズの中里武史だ。中里、名前ぐらいは聞いている。で、妙義の走り屋が秋名で何してるんだ。赤城の走り屋が人のこと言えないだろう。お互い目的は同じじゃねえのかな。あんな奴がアキナにいたとはな。380馬力にチューンした GTR 使いがアキナの86に噛みつこうってのか。なんで俺の車のエンジンパワーがわかるんだ。これほど噛み合わない取り合わせも珍しいぜ。やる前から結果は分かりきってる。上りはパワーの勝る GTR の楽勝だが、逆に下りならどうあがいてもあの86には勝てない。なんだと。気を悪くするなよ。俺は思った通りのことを言ってるだけだ。ふざけんなよ。そこまで言われちゃ意地でも引き下がれねえな。あの86に勝って今言ったことを取り消させてやる。アキナのダウンヒルスペシャリストの化けの皮を剥ぐのはこの俺と R32 スカイライン GTR だ。一度やり合えばわかるさ。こぼすなよ。豆腐が崩れる。多くね。今日は荷物が多いんだ。ちょっと変わったと思ったんだが、気のせいか。はい、どうぞ。ありがとうございました。そうか、高橋涼介が秋名を。超正確なドリフトだったけど、もっと驚いたのが GTR だ。鬼みてえなグリップ走行できっちり FC に食らいついてったぜ。誰だか知らねえけどすげえわ。まあ、ドリフト走行は見た目が派手だけど、実はグリップ走行より遅いっていうやつもいるな。え、そうなんですか池谷先輩。けど本物のドリフトは速い。匠がそれを証明している。考えてくれたか匠、例の件。はあ、頼むよ。俺調子に乗ってあの86はアキナスピードスターズの秘密兵器だってみんなに吹かしまくっちまってさ。俺もだ。入ってくんないと赤っ端だぜ。絶対に入れよな匠。お前とセットで俺も入れてもらえることになってんだから。入るのは別にいいんだけど、先輩たちのチームって走り屋のチームじゃないですか。俺走り屋ってわけじゃないから。何言ってんだよ。お前ほど速いやつなんてアキナには一人もいないんだぜ。そうかな。考えたな、コップの水とは。匠の卓越したドライビングテクニックはアキナの下りを攻め続けることで身についたものだと思ってたが、違う。上りの方が重要だったんだ。車をコントロールする基本は荷重移動。
コップの水をこぼさないよう走ってりゃ、とてつもなくデリケートな荷重コントロールが身につく。すげえゼッブンタ、お前とんでもないニュータイプの走り屋を作り上げようとしているぞ。あっしゅうん、大したサーカスだった。ドリフト野郎は大嫌いだが、86お前は速い。頭の中が真っ白になるようなギリギリのバトルでなきゃ俺はダメだ。お前なら相手にとって不足はない。アキナの86。ああ、ジいいよな、先輩と匠は。エアコン効いた車で配達だもんな。しかし分かんねえよな、匠のやつ。赤木レッドサンズの高橋圭介をちぎったんだぞ。なのに何も変わんねえどころか走り屋じゃないなんて言い出すし、俺だったらもう有頂天になって自分で学校中に触れ回って、そんでもって。いらっしゃいませ。おお、 GTR かっちょええ。俺は妙義ナイトキッズの中里って言うんだけど、ここに来ればアキナスピードスターズに連絡がつくって地元のやつに教えてもらったんだ。メンバーなんだろ。え、教えてくれ、あの有名な86に会うにはいつアキナ行けばいい。あ、スピードスターズのメンバー、おお、なんと心地いい響きなんだ。俺の言ってることわからないか、スタンド間違えたかな。いや、間違いじゃないよ。実はその86、俺とすげえ仲いいんだよな。本当か。うちの中じゃ俺とあいつで下り最速の86コンビって言われてるんだ。そうなのか。86乗りは腕のいいやつが多いからな。スピードスターズもこの頃評判がいいぜ。いや、まあそれほどでもないけどね。とにかく連絡なら俺がつけましょうか。なんたってマブダチなんでね。頼む、必ず伝えてくれ。次の土曜の夜10時、ナイトキッズの中里がアキナさんで待ってる。勝負は下り一本。あの、ちょっと待ってください。えらいことになった。これって挑戦の申し込みじゃねえか。ごめんなさい、すいません。とんでもないことになったな。その黒の GTR、俺たちがアキナで見たやつだ、間違いねえ。ああ、ナイトキッズの中里なら高橋涼介とタメ張ってたのも納得だ。匠、俺がこんなこと頼めた義理じゃないけど、挑戦受けてくれ。え、出ないと先輩たちに迷惑かけちまう。意味わかんねえよ、なんで俺が行かねえと先輩たちに迷惑かかんだ。スピードスターズは逃げたって言われる。走り屋ってのは車で挑戦されたら受けて立たなきゃいけないんだ。車を走らせることが好きならそれだけで十分走り屋なんだ。走り屋ならそうかもしれないけど、俺別に走り屋になったわけじゃないから。いらっしゃいませ。おい、匠。池谷、どうすんだよ、まずいだろう、匠が行かなきゃ。いや、GTR が相手じゃいくら匠でも辛いもんがある。しかも妙義の中里って言えば赤木の高橋兄弟と並ぶ有名な走り屋、それを考えると無理には頼めない。
親父、GTR ってすごいのか？そりゃまあすごいだろう。親父なら勝てるか、下りで。勝つね。GTR だろうがポルシェだろうが目じゃねえよ。俺なら勝てるかな。貸してやろうか、車。え？あ、いや、いいよ。そうか。ごっつぁん。次は GTR か。今日も来てるぞ中里の GTR。 とんでもねえ立ち上がり加速、何馬力出てんだ。明日スピードスターズの86と勝負すんだろ。すっげえ噂だぜ。気な臭いよな。レッドサンズの高橋圭介が勝てなかった86にナイトキッズの中里が挑む。こいつは赤城と妙義二大勢力のプライドのぶつかり合いでもあるんだ。今年の秋田の夜はとことん暑いぜ。今のシビック、はえ、確かに GTR はモンスターマシンだけど無敵じゃねえ。あれから随分考えたんだけど、やっぱり今夜のバトル匠に走ってくれるよう頼もうと思う。たとえ相手が GTR でも匠が運転すれば86は86じゃなくなる。脅威のスーパーマシンに化けるんだ。無理だと思いますよ。え？匠はガキの頃から他人に強制されたり命令されたりすることをすごく嫌がるんですよ。おとなしそうな顔してるけど、一度言い出したら頑固で譲らないし、そういう性格なんですあいつ。そうか。池谷先輩、俺今夜秋名さん行って GTR に詫びを入れますよ。いつき、事情を話して土下座でも何でもしてきます。もともとスピードスターズとは関係ないことですからね。わかった、俺らも付き合う。匠には何にも話すなよ。忘れてますよ、あいつとっくに。ん？そういや、匠は？あ、事務所です。店長が話があるって。もう一度言うぞ、匠。相手が悪すぎる。GTR だけはやめとけ。大体、いつきの顔を立てて仕方なく受けたんだろう？だったらやめろやめろ。お前は車のこと疎いから知らんだろうが、すごいなんてもんじゃない。GTR だけは別格だ。 FR と 4WD のいいとこ取りみたいだ。驚異の電子制御トルクスプリット四輪駆動システム。スタビリティが高いから下りでも速い。 RB26 っていうツインターボの心臓はまさに化け物だ。レースで600馬力ぐらいまで絞り出せるよう設計されてるから、ちょいちょいっといじるだけでドカンとパワーが出る。86じゃ格が違いすぎる。しかも相手は相当な走りや無茶な勝負だよ。せっかく赤城レッドサンズに勝って名前を挙げたんだから、もっと大事にした方がいい。鼻から勝ち目のない勝負なんてやるだけ損だ。大人の言うことは聞くもんだぞ。な？忠告してくれてるのに悪いんですけど、俺走り屋として名前を売ることなんか別に大事だと思ってませんから。どうしてもやめない気か？やめないっすよ。そこまですごいすごいって言われると、どれくらいすごい車なのかどうしても見たくなるんですよ。店長、俺は GTR なんて別に怖くないですよ。引っかかった。
の手で何度文太をそそらかしたことか。似た者親子だから性格もと思ったが、こいつは楽しくなるぞ。え、何が臨時休業だよ。聞いてねえぞ。貧乏なんだから真面目に働けよな。あ、車は？親父。車なくっちゃ話になんねえよ。前の対高橋圭介戦よか多いぜ。まさかこんな大騒ぎになってるなんて。おお、黒い GTR 中里。ナイトキッズのやつらすげえ大所帯で来やがった。これは今さら間違いでしたで済むようなムードじゃねえぞ。来たぜ高橋兄弟。凌介と圭介までますます引っ込みつかねえぞ。どうするんだよ。なんでだ。死ぬほどイライラする。行きたくてたまんねえや。車を走らせることが好きならそれだけで十分走り屋なんだ。走り屋なら自分が身につけた技術にプライドを持て。走ることがそんなに好きなのか自分でもよくわかんねえけど、一人で走り続けて積み重ねた技術にはプライドがあるんだ。そんな気がする。その技術がどこまで通用するのか試してみたい。俺が今できる全てをぶつけてGTR に挑戦してみたい。こんなの初めてだ。走りたい気持ちがどんどん強くなる。親父、帰ってきてくれ。あれは、あの音は。行ってくんぜ親父。目つき違ってたな。やっぱり来たな高橋兄弟。気になってしょうがねえんだろ。俺が負けるって断言しやがったからな。いい機会だからついでに集まったギャラリーにも思い知らせてやる。ドリフト走行はグリップ走行に絶対勝てねえってことをな。やれやれ始まったぜ。たけしのバカの一つ覚えが。うるせえ、事実だろうが。ドリフトなんてギャラリーを沸かすだけのパフォーマンス。速さをとことん追求しないで何が走り屋だよ。俺も前はドリフトをやってたから言えることなんだ。ドリフトを卒業した走り屋がグリップで走るのが一番早いのさ。 FR でドリフト決める時代は終わったんだよ。アキナの86、この俺が引導を渡してやら。イツキ行こう。俺たちも一緒に謝ってやるから。
何されるかわかんねえけど殺される。今さら86は来ませんなんて言ったら、父ちゃん、母ちゃん、神様、助けてくれよ。まだ女の子とエッチしたこともないのに、死にたくないよ。え？何やってんだ？道路の真ん中でへたり込んで。匠、来てくれたのか。うん、ごめんな、いつき遅くなって。走り屋は車で挑戦されたら受けて立たなきゃいけないんだろ。タクミ来たな、タケシ。もったいぶりやがって。相変わらずギリギリまで出てこねえ野郎だぜ。てっきり年上かと思ってたが、あんなガキみたいなやつがなんであれほどのテクニックを。八六、ねえな。雄一、行ったのか、匠、明菜さんへ。ああ、血相変えてすっ飛んでったよ。一体どうなっちまってんのかな。あいつが自分から峠行きたがるなんて、青天の霹靂だぞ。やっぱカエルの子はカエルってことだろう。文太、相手は GTR なんだろ。何かアドバイスしたのか。別に何も。ただ…ただ…なんだ。こちらはゴール地点。マーシャル、配置完了。峠への侵入者はない。いつでも始められるぞ。了解。侵入者があったらすぐに知らせろ。了解。妙義ナイトキッズの中里だ。そっちの名前は藤原匠。覚えておくぞ、その名前。カウントダウン開始。5秒前。4、3、2、1、GO。 たくみ、頑張れ。シンデレラ城のミステリーツアー出発。特等席からバトルを見物させてやるよ、ケースカ。中里のやつ、アクセル緩めて86を待ってやがるぜ。ストレートでちぎったらもったいねえ。俺はバトルがしたいんだよ。本当のスタートはコーナーに入ってからだぜ。ふざけやがって。あんなオーバーアクションのカニ走りでこの俺についてこれるわけがねえ。感動的だぜ。こうして近くで見ていると改めてあのドリフトは芸術だと思うよ。俺でも限界領域であそこまでは FC をコントロールできてない。けどノンターボの86じゃいつかは力負けすんじゃねえのか。ターボってやつは直線では強力な味方だが、コーナーの立ち上がりではそのパワーゆえに車の挙動を乱す諸刃の剣だが、86なら一度姿勢を決めたらガンガン踏んでいける。テクニカルコースでは非力でも思い切って踏んでいける車の方が速いこともあるんだ。確かにこのアキナの下りじゃ俺も350馬力を全開なんてほんのわずかだったよ。ドカンと開けたらもう次のブレーキング、パーシャルも長くてイラついた。その辺はリアタイヤだけでパワーを路面に伝える FR の宿命だろ。 FR の宿命？待ってくれ兄貴、 4WD の GTR ならどうなる。踏んでも安定してトラクションのかかるアテーサ ETS なら
ターボパワーをいくらでも使えるんじゃないのか。これだぜ、この感じ。全身の血が沸騰したようなこのハイテンション、これこそバトルだ。圧力が離されてくぞ。でかい口叩くだけあってうまいぜ中里は。うまく荷重をかけてアンダーを殺しながら走ってる。 GTR のパワーを生かした走りだな。面白みはないが、無駄のない分隙がない。のんきなこと言ってる場合じゃねえぞ兄貴。圧力狩りナイトキッズに先越されちまうなんて屈辱だぜ。それはどうかな。前半は比較的ストレートが長く勾配も緩やかだが、ダウンヒルスペシャリストの進化が発揮されるのは勾配のきつい後半だ。アキナの86かよ、強烈。夢に出んぞ。高橋涼介の FC どうなってんだ。三つどもえって、まさかいきなり群馬最速決定戦になっちまうのかよ。低速のヘアピンカーブは GTR の得意分野。強力なブレーキできっちり車速を落とせば、下りでは嫌でも前輪に荷重が残る。最大の泣きどころのプッシングアンダーは出にくいぜ。そしてこの瞬間がたまんねえぜ。どんな車にも負けねえ低速ギアからの加速、剛性たっぷりのボディはびくともしねえ。サーキットで最強のマシンは公道でも最強。リアサイドの R のバッジは不敗神話の R だ。俺の R についてこれるか。86違う、なんか違う。足回りのセッティングを変えた。アクセルオンでドアンダー。ドアンダーって何考えてんだブンタ。匠の走りはドリフトなんだぞ。そんな走れ分かってねえな。腕さえありゃFR はアンダーの方が全開で長く走れて踏めるんだよ。ドリフトならなおさらだ。まあ匠には言ってねえけどな。言ってねえのかよ。今頃急に操縦性変わって混乱してんぞ匠。言ってもしょうがねえんだよな。頭で考えて乗り方変えてくるほど器用なやつじゃねえからな。いやだったらなおさら。頭は器用じゃねえけど、体に染み込んだ感覚は確かだ。ちょっとぐらい足回りいじったってあいつには関係ない。うんだ。匠なら乗りこなせるよ。86はドライバーを育てる車だからな。違う、やっぱり違う。踏んでも車が乱れない。今までよりもワンテンポ早く踏める。流れすぎないから思い切って踏んでいける。そっか親父、店閉めて出かけてたのはこのためだったのか。よくわかんねえけど、これはこれでいい感じだぜ。すげえ、目がついていかねえ。俺が負けた技、イン側の溝にタイヤを引っ掛け出した。いよいよ本気出して切れ始めやがったなあの野郎。八六が追いついてる。バカだ、ありえねえ。上等だぜ。そこまでやられちゃ86が非力な旧型車だって意識は完全に吹っ飛んだぜ。一級品の戦闘力を持ったいいマシンじゃねえか。
ゾクゾクするぐらい嬉しいぜ。こんな美味しいバトルはこの車に乗り換えてから初めてだ。低速コーナーはいくら86が突っ込みで食いついても立ち上がり加速の差でまた距離が開く。だが高速コーナーでは86が差を詰めて、インをデッドに攻めるってのは走り屋の口癖だが、やつは半端ねえ。バンパーをガードレールに擦りつけるようにして限界スピードで4輪ドリフトしながら最短距離を抜けていく。非力な86が失速しないよう無駄な減速を一切せずに、ヤツのドリフトはそのためのドリフトなんだ。桁違いだぜ。こればっかりは車の性能がどうのこうのって問題じゃねえ。あの野郎頭のネジが 2,3 個吹っ飛んでやがる。とんでもねえ圧力、この俺が振り切れねえだと。クソったれ、生きててよかったぜ。匠、今頃どの辺ですかね。かなり下ってるだろうな。なんせとてつもないスピードだから。もしあの86が本物なら、そろそろGTR の弱点がたけしに牙を向く。GTR の弱点？なんだそりゃ。ズバリボディの重さだ。ボディの重さ？スーパーフロントヘビーから来るアンダーステアが GTR の弱点。足回りのチューニングやドラテクでごまかしても基本特性は変わらない。ハードなダウンヒルで ABS を効かせながらこじるようなステアリング操作を続ければ必ずフロントタイヤとブレーキが垂れてくる。麓まで降りてくる頃にはコーナーの入り口でアンダーステアと格闘するようになってるはず。たとえチューニングしたブレーキでもだ。フロントの応答性が怪しくなってきた。アンダー気味だぜ。フロントタイヤへの負担が予想よりはるかにでかかったか。厳しいぜ。だけど絶対負けるわけにはいかねえ。お、来たー。86が食いついている。妙義最速の中里が苦戦してるぞ。この5連続ヘアピンで俺は高橋圭介が抜かれるのを見た。内側に飛び込ませなきゃいいんだろうが、インは死んでも開けねえぜ。な、何？外からだと？舐めてんじゃねえぞこのガキや。見たか？切れてるよ。こんな狭いとこ流しっぱなしで抜けてくなんて。また外から。目障りでたまんねえ。GTR の挙動がかなり怪しい。中里め、集中力をなくしてるな。目を離すなよ、ケスケ。86が抜きに行くぞ。そうだ、無理にインにつこうとするから不自然なラインになって突っ込みが甘くなるんだ。奴が通れない程度に寄せるだけならもっと進入スピードを上げられる。アウトにラインを振った。インはねえ。いない。どこだ、どこ行った。外はフェイント。フルブレーキングしながらラインを買い上がったのか。鮮やかなもんだぜ。だけどこのまま並んで立ち上がれば二足全開の加速で前に出れる。 RB26 の底力を見せつけてやるぜ。
負けた。 GTR が負けた。いや違う、負けたのは俺だ。 GTR が86に負けたわけじゃねえ。ショックはショックだけど、不思議と爽やかな気分だぜ。全力を出し切って負けたんだからな。世の中にはすごい奴がいるもんだ。峠は奥が深いぜ。楽しかったろ、ケスケ。すごかったよ。下りのブレーキングで GTR をガンガン追い詰めた86の ABS。 ものすごく性能がいい。何言ってんだ。86に ABS がついてるわけないだろう。やつの右足は機械制御の ABS をもしのぐのさ。俺も久々にワクワクしたよ。今書いてる論文、大幅な書き直しだな。つくづくあの86は仕留め買いのある美味しい標的だぜ。兄貴。た、匠が勝った。マジなの？今確認取ってる。やはり本当らしい。嘘だろ。マジかよ。化けの皮が剥がれたのはお前だったな、たけし。これで当分でけえ面はできねえ。あとは俺があの86に勝ちゃ、ナイトキッズの頭はこの庄司慎吾だ。待ってろよ86、感動的にデンジャラスなルールで解体屋送りにしてやれ。食えよ。お、サンキュー。あった、うん、なんか不思議な感じだよな。お前のこと見る目が前と違ってきたよ。はあ、なんだそれ。今はいつもの匠だよ。けどさ、一旦86に乗って夜の峠に飛び出せば、今やアキナの走り屋の憧れのヒーローなんだよな。そうかな。そういうもんかな。照れるな、いつき。今はただのまんじゅう食ってるだけのボケ男だけどね。ボケ男はねえだろう。俺もな、自分でもちょっと不思議な感じだよ。けど俺のすることで誰かが喜んでくれるのは嬉しいんだよな。すげえ。そっか、お前案外サービス精神あふれるやつだったんだな。走ることが楽しくなってきたな、だんだん。池谷先輩、車直ったってさ。へえ、よかったじゃん。今夜もアキナ行こうぜ。うん。楽しそうですね、先輩。当然さ、やっとこいつが帰ってきたんだからな、 S13 シルビアが。いつの間に。バンパーつつきやがった。遅いから溶けってのか。ざけんな。
一木、池谷先輩、大丈夫っすか？大丈夫だ、なんとか。謝るだと？冗談だろ。ふざけんな！わざとぶつけやがって。一つ間違えれば俺たち大怪我だったんだぞ。だから何度言やわかるんだよ。悪いのはそっちだろうが。まさかあんな遅いツッコミとはさ。誰だってブレーキ間に合わなくてコツンするぜ。なんだと？いやらしい言い方しやがる。謝れって言うんなら謝ってやってもいいぜ。俺たちのルールでダウンヒルバトルに勝てたら地べたに両手ついてね。なんならそこの86乗りが相手でも構わねえぜ。お前下り自慢なんだろ。どうすんだよ。やんのかよ。やんねえのかよ。スピードスターズの兄ちゃんたちよ。負けたら本当に地べたに手ついて謝るんだろうな。挑発に乗るな、匠。あいつ何するか分かんねえぞ。そんな奴に絶対負けませんよ、池谷先輩。待てよ。お前さっきルールがどうのこうのって言ってたな。ああ、大したことじゃねえさ。俺らはガムテープデスマッチって呼んでる。右手とステアリングホイールをガムテープで縛って固定し、その状態でバトル。それだけさ。やめろ。やめるんだ、タクミ。こんなのむちゃくちゃだ。やばすぎる。これがどういうことか分かってんのか。ステアリングの持ち替えができないんだぞ。前輪がほとんど切れないんだぞ。こんなんでどうやってコーナー曲がるんだ。その条件は向こうも同じじゃないですか。やつは練習してるに決まってる。だからこんなルールを持ち出したんだ。いくらお前でもヤバすぎる。やめてくれ、タクミ。俺はやめないっすよ、池谷先輩。なんか死んねえけど、死んでもあいつにだけは負けたくないっすよ。タクミ。先行っていいぜ、86の兄ちゃん。ゴー。行っちまった。俺たちも行こう。無理だ、追いつけっこねえよ。追いつこうなんて思っちゃいない。けど匠が事故ってたら少しでも早く助けてやんなきゃ。ダウンヒルスペシャリストは2人もいらねえ。群馬エリアの下り最速は EG6 シビックと妙義ナイトキッズの庄司慎吾なんだよ。いくつコーナーをクリアできるか見物してやるぜ。行ったな。あの体勢から立て直すとは。だが時間の問題だ。ふん。 FR 車はどんなドリフト名人でもカウンターを当てなきゃオーバーステアを止められねえ。ああ、だが FF のシビックならオーバーステアをアクセルで止め、思い切った突っ込みができる。サイドを引いてアンダーも消せる。そうよ、このルールは FF じゃなきゃ 100% 事故る。ジーコラネ FR 使いがいたとしたら、そいつはバケモンだ。コーナー抜けるたびにドキドキするな。いきなり目の前にぐしゃぐしゃになった86が現れる気がして。匠なら大丈夫な気がする。匠なら。なぜだ、なぜ曲がれる。いきなりでこなせるほどガムテープデスマッチは甘くねえ。どうだ、抜く
気になりゃいつでも抜けるんだ。ほらほら、もっと焦りやがれ。もっとガンガン攻めて事故っちまえよ。いける、いつもより飛ばせる。ハンドルに頼らないで曲がった方が早い。何なんだ、いくらプレッシャーをかけても乱れねえ。それどころかどんどん速くなってる。関係ねえ、勝負は勝ちゃいいんだよ。どんな手を使ってでもな。くそ、運のいいガキだぜ。だったらこのままぶっちぎってやる。これだ、レッドゾーンまで一気に吹けるこの音、この陶酔感、死ぬほどいいぜ。たまんねえ。わざとやりやがったな、てめえみたいなカスには絶対負けねえからな。追いつける、俺はこれ以上出せないギリギリで走ってるんだぞ。なんなんだよあの86、ステアリングを使ってね、荷重移動だけで曲がってやがる。こんなところで抜かれたんだ。こっちから仕掛けたガムテープデスマッチで負けたりしたら、俺はチームの笑い者にされて再起不能だ。引き分けに持ち込んででも俺のメンツは保ってみせるぜ。バトルの結末はダブルクラッシュだ。俺の EG6、
うわ、やっちまったのか。なあお前、大丈夫か。怪我は。ぶつけた時、キックバックで右手をやっちまったみたいだな。乗れよ、病院まで行ってやるから。救急車呼ぶよりずっと早いぜ。そこまでしてもらうわけにはいかねえな。無理すんなよ。痛いだろ。ここは俺らに任せていいから。慣れてんだよこういうこと。遠慮すんなって。事故った時はお互い様だろ。俺ら地元だから救急病院知ってんだ。ああそうそう。すまん、追いけるぜ。勝ったんだ匠が。あいつすげえな。すげえムカつくやつとバトルになって俺途中で切れて、その後はもう訳わかんなくなっちまって。切れるととことんやるからな、俺もお前も。だが俺なら絶対ぶつけねえ、うん、それで勝ったのか。うん。そっか。いつきも池谷先輩も走り屋はみんな車が好きで、すごく可愛がってるのに、俺は。ごめんな。板金ついでに変えてやるか。今日も暑いぜ。まったくすごいよお前ってやつは。これでもう秋名の下りで挑戦しようなんて走り屋はいなくなるんじゃないか。俺はそうは思わないな。え、群馬はレベル高いから腕のいい走り屋はゴロゴロいる。レッドサンズの高橋涼介だって黙ってるとは思えないしな。高橋涼介か。早いですよあの人は。え？ GTR とバトルした時、白い RX7 がピタリとついてきた。あの時は GTR を追っかけるのに精一杯だったけど、後で思い出すとすごく気になるんですよ。俺にははっきりわかる。本当に早いと思いますよ、今まで会ったどんなやつよりも。そうか、そうだろうな。なあ匠さ、お前もしそんなすごい相手にバトルを挑まれたりしたらどうする？え？受けるわけないよな、やっぱ。もしそういうことになったら、多分俺やってみたい気がする。模擬？なんで模擬がここに？たくみくん、ガソリンスタンドってしか教えてくれないから、ずっと夏希バイト先探してたんだよ。なんで？見たかったんだもん、たくみくんのバイトしてるとこ。いつき、誰だあの子？学校の同級生ですけど。お前へそ出てんぞ。いいの、こういうのなんだから。どうも、お花のお届けです。サインお願いします。宛名はパンダトレノ様です。パンダトレノって匠、お前じゃねえのか。俺？
タクミ君に花束？うん、誰から？お、手紙。早く早く。ねえねえ、誰誰？お、ねえ、誰からなの？Wow.